こっち。延長コード、延長コード。こんにちは。ようやくようやくみんなの前に現れました。すいません。あ、こんにちは。あ、よっこらしょ。あ、どこいしょ。あ、こんにちは。 AKB48 チームと富山県代表のファビオこと橋本です。オープンアカウントさん、水曜ドラマありがとうございます。竹兄さん、ミラーボールありがとうございます。ミラーボールネムハムか。ネムハムルーマ、アイハザルは育ていてよ、夜明けまで見つめ合えば信じられるかな。ありがとうミラーボール。オープンアカウントさん、ハートありがとう。ちょっと30分まで、ちょっともう本当に30分ぴったりに切らないとちょっとやばいって感じなのでギャルがいる、すいません。はい、30分ぴったりには切っちゃうんですけど。パンダさん、ハートありがとうございます。ちょっとマジ踊り終わった後だから疲れてるよ疲れちゃってるけど、配信できてよかった。本当によかった。普通に超よかった。本当になんか本当にできるか分かんなくて、そう、なんか元々のレッスン時間の予定が、すごいこと言いますね今から元々のレッスン時間の予定が12時半までだったんですよそうなので、も12時半だったら、でもなんか元そのレッスン時間がめっちゃ長く取られてたから、そう、いやこれは負けるぞと思って、私は、そう、いや巻いて終わらせることできると思って、一応この場所の確保とみんなの時間の確保をして、そう、いたんですよ。サイヤさん、フォローありがとうございます。そうだから一緒にレッスン受けるメンバーは、え、なんでこの人12時半から、あ違う、12時5分からタイムスケジュール組んでるのって思ったと思います。そう、絶対そうでももう私は絶対巻くこのリハと思って、頑張ると思って、そう頑張りました。あの全然なんか早く終わりましょうみたいな雰囲気は全く出さずに、ちゃんとしっかりと踊って、しっかり頑張って、しっかり踊って、しっかりしっかり頑張ったので、はいちゃんとやったので皆さんはい、パンダさん、ピンクだるまありがとうございます。そう、お昼にやっぱりやっと行きたかったから、どうしても、まあ、星のあれでもそうだし、あ、そうなので20時のやつはなくなります。多分なくす予定です。今これが30分までできるならば、一応30分までできる予定ではあるんで、そこは問題ないと思うんですけど、もしもね、もしもその次も巻きますとかになったら私も早く行かなきゃいけなくなっちゃうので、ちょっとあれなんですけど、そうそうそう、なのであれなんですけど、とりあえずできてよかった。本当によかった、マジで安心、安心ってかよかった、普通によかったって感じそう、
すごいよね、よくこのスケジュール組んだよね、自分でも本当に思う。それはすごい思う。そうなので、後でちゃんとしたタイムスケジュールっていうかあれなんですけど出すんですけど、多分21時半のは4時7時21時だから21時のは2週かな、多分そうです。4時7時21時22時23時なので21時のところは2週だと思います。まあ、あのお仕事終わる時間によってだと思うんですけど、17時も参加できるよって方はきっとそんな気がします。パンダさんピンクハートたくさんありがとうございます。ありがとう。いやもう勝負師ですよね、勝負に出た橋本春奈って感じ。うん、そう。いやでも絶対終われる自信はあったから、私絶対負ける自信があった、巻くそのリハ時間巻くことができる自信があったから良かったです、できて。うん、パンダさんピンクハートありがとう。ハートなぎおばさんピンクハートありがとう、ありがとうございます。いや本当に本当にそう、やばいよね、このなかなかの私のスケジュールの組み方。もう本当は怒っていいですよ皆さん、だってできない予定で、今本当なら今までレッスン、今まだレッスンしてる状態でした、本当なら。そうでもやってやるぞっていう感じ。確認だけど、20時台はこの時間がマジで何時までできるかによるのでちょっと待っててください。でも多分削除、あの終わった後また綺麗なスケジュール表も一回立て直すのでよろしくお願いします。ギャンブラーギャンブラーですよ。パンダさんピンクだるまありがとうございます、ありがとう。皆さん星投げ、あ待ってテロップ出してないんだ、うわやらかしい。次が16時何分からでしたっけ、16時、16時5分から星アンドカウントお願いします。ギャローさんミラーボールありがとうございます。歌いますね。恋のルマルマルマを愛はざるま、間違えたごめんなさい。恋のルマルマルマをルマはいざ、ただの噂だろう。ありがとうミラーボール、ありがとうございます。ヤローさんミラーボールありがとうございます。分かってても気になるんだ、好きになったらでもハモる。まありがとうミラーボール、ありがとう。こんにちは、ランキング出てた、お本当、待ってショールームだからタイムスケジュールのちょっと待ってね、8時のやつ消さなきゃ、ライブ予定管理のとこ、あ元から入れてないや元からもうこの時間にやるぞって気持ちでいたんだ自分ギャンブラーだなーマジで。お2位キープ、でも差が詰まってる、3位との差が。ありがとう皆さん、2位キープありがとうございます。1971971000万10万100万1000万ん1971万
1122ありがとうございます。2ありがとう。いやもうそうですね、もうここは動きたくない、この場所は。もういやもちろん上に上がる分にはね、どれだけでも上に上がる気はまんまなんですけど、ここのこの2位を今は2位をとにかくそうですキープは上って感じ。うん、ちょっとそっとでドゥンドゥンドゥンって全然いけちゃう順位ですからね、もうどこまででも。あとは確かにそう、本当にドキドキ。でもなんかまあなんか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 、やっぱ夜どっちがいいんだろう。3週はでもさ難しいから2週を増やすべきなのか夜を増やすべきなのか、なんか夜の方がみんな来るけど、でも、もう本当にもうこれはもう一生の課題だわ。みんなが2週間、仕事を休むしかない。やばいこと言ってる今ハッピョン、みんなが2週間有給取るしかない。うん、そう、アルコール、休んだらどうするんだ、どうなるんだろう、来月の給料がなくなる。やばいやばい、そんなこと頼んでないからねみんな。違うよ、このどういうなんていうの、この課題をクリアするためにはどうしたらいいんだと思いますっていう話をなった時に、2週間仕事を休むっていう結論に至ったわけであって、あの別に皆さん休みましょうって言ってるわけじゃないのでご安心ください。はるきゃんさん、ピンクハートありがとうございます。でも本当にみんながいっぱい星投げてくれてるから本当にありがたい。パンダさん、ピンクタコありがとう。それなら倍働いて熊タワー連打。あ、言いましたね。言いましたね。次の4時5分は本当に大きな何かがない限りは全然できます。リハが押したり押さなかったりとかは全然関係なく、ちゃんとできる時間を取ってあるので安心してください。そう、ただ大きく何かがね、もしものことで何かが何かになって、何かになって、何かが何かで起きて、何かがどうなってどうなってこうなって、何かがこうなってしまったらちょっとできないので。うん、でも本当にそういうことがない限りはできるので安心を。ギャローさん、熊高さん、ピンクだるまありがとうございます。今日の T シャツは見てください、これ多分ね分かる人にしか分からないし、そう、私も普通に多分これハルピョンが着てるの見たら、あ、ウサギ好きだから着てるのかなって思うんですけど、こちらじゃじゃーん、周東選手のなんか服。周東選手の服、そう、ファンの方に前にいただいたやつを今日は着てます。ここにホークスって書いてある。あ、今日、昨日、あ、言ったか。昨日パリーグ勝った。ホークスって書いてある、ちゃんと。周東さん。ウサギのように足が速い周東さん。
うん、マジでもちょっと匂いは嗅がないで。今汗かいて、でも汗かいてる、かいてないんだよね私違う違う、このね、なんて言うんですかね、ここはすごい書くんですよ、この辺。そうだから書かないようにパウダーをねパッパッパーって塗ってるんですけど、そう。でもそれ以外はあんま、なんか本当に書いてるみたいな、本当に代謝悪い本当に代謝悪い、うん、チャチャラチャラチャラチャ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 ラチャ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 、もうちょっとで2000万だ、すごっ、みんなありがとう。あー、くしゃみ、くしゃみが、うん、明日には行ってるよね、きっと。このさ、昨日までからの増え方とかわかんない。あ、昨日のスクショしてあるわ。昨日からは150増えてる。え、サッホーさんめっちゃ増えてるよ。え、すごい、200とか増えてる。いやー、すごい。頑張って星を3周カウントも頑張りましょう。はるきゃんさん、ピンクハートありがとうございます。にゃーこさん、ピンクだるまありがとうございます。サホンさんと、いやだからこっちピョンズは友達増やして星とカウントをもうみんなにやってもらうように頑張ろう、一緒に友達増やそうとにかく、うん、友達増やして、だって一人一人連れてこれば友達をいいんですよ。そう、一人一人連れてこればもう3週は難しくても1週2週はできるから、一人一人連れてきましょうはい、かん、8月3日まで友達になってくださいっていううん、すいません、8月3日の8時まで友達になってくださいゆいちゃん、ピンクだるまありがとう、ありがとうございます。あと1週間でいいんですお友達買おうとしてる人いるんだけど、いや、それはじゃあそっちをこっちにしてって感じじゃん、もしもそうしようとしているならね、うん、そうだよ、うん、友達を買おうとしているならバカに、バイト代やばい、ちょっとあとちょっとお水、今日はレッスンで 310ml 飲みました。本当はもっと飲みたかったんですけど飲んでる時間もありませんでした。どこの水だろう、群馬県の水です。群馬県、今日美容院に行くんですが、何かおすすめの色は、
そんな何もさ、この画面上で色決めていいんですか。私はいつもピンク、パープル、ラベンダーピンクみたいな色入れてもらってるんですけど、難しい難しい、うん、そんなこと言われても明るい色が似合うのかな、どうなんだろう、何色が似合うんだろう。やーこさんピンクだるまありがとうございます。うん、めっちゃむずいよそれは推しとお揃いがいい。じゃあラベンダーピンク系のなんかラベンダー多め今は、うん、普段はピンク多めなんですけど今はちょっとラベンダー多めにしてます。めっちゃアルコールする人なんだけど私、やばいや、うん、まあでもこの色なら多分そんななんかめっちゃ超似合わないじゃんって人は現れないと思う。割となんだろう、いい色だからそう、ハイトーンとかってさ本当に似合う人は似合うけど本当に似合わない人は似合わないじゃないですか。茂木さんとかめちゃめちゃハイトーン似合うじゃん。そうそうそう、チャケとか似合うし、ナナさんもめっちゃハイトーン似合う。ということで、あと3分なのでランキング読みます。ありがとうみんな教えてくれて。1位パンダさんありがとうございます、ありがとう。2位トラック野郎アットコーリさんありがとうございます。3位ギャローさんありがとうございます。4位オープンアカウントさんありがとうございます。5位竹兄さんありがとうございます。6位ともゆきさんありがとうございます。7位にゃーこさんありがとうございます。8位ユーアットやってみっちゃーさんありがとうございます。あーくしゃみ出るここエアコンガチ直当たりなんですよ、マジめっちゃ寒い今。あ、寒くはないんですけど汗が引いてますね。そうエアコン汗かいてレッスンして汗かいてエアコン直で当たってる、もう最悪今そう本当に体に悪いことしてます。まあでもこの後また頑張るんでいいんですけど、頑張ります。8位ゆうやってみっちゃさんありがとうございます。10位まさみさんありがとう、あ間違えた、9位まさみさんありがとうございます。10位こじろうさんありがとうございます。11位はまさんありがとうございます。12位松本坊さんありがとうございます。13位はるさんありがとうございます。ということでね、風邪ひかないように、おやばい鼻やばい本当に、でも鼻やばいのはもう年中無休なんで私本当にそれだけは、なんか多分めっちゃ心配されるんですけど鼻がなんかやばいと、あの喉はやばくないけど声がなんかいつもと違うようになるじゃないですかそうでも喉は全然大丈夫なんで、でちゃんと体温も測ってるんで安心もしてほしいんですけど、あのそうちょっとねなんか大丈夫って心配になってるのは、心配してくれて、心配してくれてありがとうはちょっと変だけど、心配かけて、まあもちろん健康第一で頑張るのでそこだけは安心していただけると嬉しいなと思いますということで、それではまた。マジエアコン直当たりがいけないんだな、ちょっとしょうがない、ここで配信したらしょうがないそれではまた、16時5分からまた夕方配信始めるので待ってます。ありがとう、またね、頑張りますこの後も、バイバーイ。